サンムーンです。ご視聴くださりありがとうございます。今回ご紹介させていただくのはシュパット風エコバッグの作り方です。レジ袋の有料化も進み、節約のためにもエコバッグは一つは持っておきたいアイテムとなりましたよね。今回のエコバッグは縦64センチ、横8センチのサイズになっています。そしてこのように簡単に口を開けることができて、買った品物も入れやすいと思います。このように品物を入れていただきましたら、こちらの持ち手を持ちます。そうしますとこんな感じで持ち運ぶことができるエコバッグです。そして閉じる時も簡単、こちらの端と端を持っていただきまして、シュパッと閉じますと簡単に閉じることができます。そしてこちらの端からこのように折っていただきましたら、コンパクトに畳むことができて、バッグの中でもかさばらなくて便利だと思います。今回はこちらの生地はコットンで作りましたが、撥水加工されたナイロン生地をお持ちでしたら、こちらも使いやすくて便利だと思います。ぜひ作ってみてくださいね。それではシュパット風エコバッグの材料を紹介します。まずこちら、生地の方は縦98センチ、横65センチご用意ください。そして縦6センチ、横22センチを4枚ご用意ください。持ち手は今回アクリルの持ち手テープを使用します。横幅 2.5 センチのものを45センチ2本ご用意ください。綾テープの方を横幅2センチから3センチのものでいいので、長さ18センチを2本ご用意ください。こちらは平ゴムの方を横幅だいたい1センチくらいのものを、長さ20センチを1本ご用意ください。それでは生地の方の裏面をこのように置いていただきまして、こちら横、こちらが縦の方です。この端のところを縫い代1センチ、そして4センチで三つ折りしていきます。4センチで三つ折りしました。反対側も同様に1センチ、4センチで三つ折りします。このように1センチ、4センチで三つ折りしましたら、こちらの端のところをステッチかけていきます。それでは続きまして、持ち手を留めていきます。まずこのように半分に折っていただきまして、中央のところにこのように折り目をつけておきます。そしてこの中央のところに持ち手の中央を合わせます。この時持ち手をつける位置は4センチのちょうど中央のあたりに来るように持ち手を留めてください。ピンを使って留めておきます。反対側も同様に持ち手を留めておきます。持ち手をこのように留めましたら、こちらの端のところを四角で縫いまして、こちらの本体の方に縫い付けていきます。この4つのところを縫います。スタート位置は持ち手のテープの端から5ミリほどの位置から縫っていきます。このように四角に縫っていただいて、中のところはバツで交差させて縫っておいてください。こんな感じで縫い付けることができました。それでは持ち手のカバーの部分ですけれども、こ
こちらの端のところを1センチ1センチで三つ折りしていきます。1センチ1センチで三つ折りしましたら、こちらの端のところをステッチしていきます。続きまして縫い代1センチで折っていきます。それではこの端の方を1センチで折りましたら、こちらの反対の方、こちらが三つ折りしている方なんですけれども、その反対の方も1センチで折っておきます。それでは持ち手のカバーを縫い付けていきます。まずこちらの端から7センチの位置に折った部分ですね、こちらを合わせていただきまして、このような感じで持ち手を覆うような形で待ち針を留めていきます。同様に反対側の方も端から7センチの位置に合わせて留めておきます。このように待ち針で留めましたら、こちらこの端のところをミシンで縫っていきます。こちらの反対側も同様に持ち手カバーのところをつけて縫い付けていきます。それでは持ち手のカバーのところを縫っていきます。この時下の持ち手も一緒に縫ってしまわないように気をつけて縫ってください。こんな感じです。反対側も同様に縫ってください。それではこのように半分に折っていただきまして、中央のところに待ち針で印をつけます。このように中央に印をつけました。そうしましたらアイロンで4センチずつこのように折っていって、蛇腹に折っていきます。まずこちらの端の方ですね、こちらをこのように折ります。この4センチの幅ずつで蛇腹に折っていきます。折りましたらその都度アイロンがけします。そしてまた4センチで折りまして、このように折っていきます。折っていくたびにこのようなピンで留めておくとずれにくいのでやりやすいです。このように中央のラインまで折りましたら、また反対側も同様に蛇腹に折っていきます。このように蛇腹に折りましたら、ピンで留めまして、この端から縫い代1センチのところ、そしてだいたい2センチのところを縫います。こちらも端から1センチのところ、そして2センチのところを2本仮縫いします。それでは端から縫い代1センチのところ、そして端から2センチのところをミシンで縫っていきます。
こんな感じです。それでは端のところが縫えましたら、こちらのギリギリのところで不要な端のところをカットします。反対側も同様に縫い代1センチの端のところでカットします。こんな感じです。続いて今回は3センチ幅の綾テープ18センチを2本用意しました。そしてこちらの綾テープでこの端のところを包んでまつります。まずこちらの18センチの綾テープを半分に折っていただきまして、端から縫い代1センチで縫います。テープの端、縫い代1センチでこのように縫いましたら、このように縫い代のところを割ります。そして表にひっくり返します。この縫い代の割ったところですね、こちらの割ったところをちょうど中央に来るあたりにまして、このようにします。そして一つのところはこの平ゴムを挟みまして、このようにこちらの縫い目のところですね、こちらテープをこのように置きます。そして待ち針で留めます。もう一個の方は平ゴムは挟みませんので、こちらの縫い代のところは割った状態で中央に来る位置にこのように留めます。そして待ち針で留めておきます。待ち針でこのように留めましたら、こちらの片方の端のところですね、だいたい端から3ミリあたりのところをステッチしていきます。こんな感じです。平ゴムを挟んでいるところは平ゴムが外れないように返し縫いしておいてください。それではこちら、このようにテープができましたら、こちらの端の方に入れていきます。まずこちらの縫い目の方は下の方、下になる、ように、そしてこちらの端から入れていってください。このようにテープに入れましたら、待ち針で留めておきます。反対も同様に、こちらの方は平テープがついている方を入れていきます。同じくこちらの縫い代のところは下にして入れていきます。このように入れましたら待ち針で留めます。このように待ち針を留めましたら、端から3ミリから4ミリぐらいちょっと多めに折りまして縫っていきます。こんな感じです。シュパット風エコバッグが完成しました。お疲れ様でした。最後までご視聴くださりありがとうございました。高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。